こんにちは、フィーフィーです。ロシアがウクライナに対して核兵器を使う可能性が高まっています。プーチン大統領が12月の7日、核戦争の脅威が高まっていると発言しました。というのも、ウクライナ側からロシア領内への攻撃が確認されたからなんです。 プーチン大統領は核戦争の脅威は西側諸国が指摘する通り高まっている。それは否定できないと言っています。これは市民団体やジャーナリストたちとの会合での発言です。つまりこの点においてはロシアと西側諸国の見解が一致しているんです。プーチン大統領は核兵器について カミソリのように振り回すものではないとして、あくまで抑止と防衛のための手段だと強調しています。また、軍事作戦の結果が出るには長いプロセスが必要になる可能性があるとも言っていて、さらに戦闘が長期化する可能性があるとの見方を示しました。ここでプーチン大統領が抑止や防衛のために核兵器を使うこともあると強調したことがポイントなんです。 えつまり、ロシアが核兵器を使うタイミングは、相手からロシアの領土内に攻撃があった場合なんです。えその時は自国を防衛するために核兵器を使うよということ。すで既に今、ロシア領内が攻撃されたことが分かりましたえ。プーチン大統領が核兵器を使用する大義名分ができてしまったわけです。えこれは非常に やばい状況になるんですね。というのも、もしロシアが核兵器を使えば、アメリカや NATO が動く可能性もあります。そうなれば、第三次世界大戦に発展してしまうかもしれないんです。ただ、ウクライナとしては、ここに NATO が参戦してくれることを期待しているでしょう。一方、ウクライナ政府の高官は、今週起きたロシアの空軍基地での無人機攻撃に関して、 ロシアに安全地帯はなくなるだろうと発言しているんです。えつまり、ウクライナはロシア全土に攻撃可能だと言っているわけです。ウクライナはロシアがウクライナ国内のインフラ施設への攻撃を続けるならば、遠隔攻撃でロシアに対する報復を強化する可能性があると言っているんですね。 そんな中で、ウクライナに隣接するロシア西部のベルゴロド州の知事は SNS で、ウクライナ軍の砲撃を受けた街について、民間人の死傷者は出ていないが、砲弾の破片で送電線が損傷したと被害状況を説明しています。また、その前日にはウクライナ軍のロケット弾がロシアの防空システムを攻撃したと SNS に投稿していました。 ちなみに12月5日の攻撃なんですが、ロシア領内にある2つの空軍基地がウクライナ軍のドローンによって攻撃を受けたんですね。今回攻撃を受けた空軍基地は、ロシア軍の長距離戦略爆撃機の基地で、ロシアがウクライナ全土に対する空爆の拠点としているとても重要な場所なんです。ウクライナ側は公式に関与を認めていませんが、 今回の攻撃がウクライナによる攻撃だったなら、もう完全にウクライナはこの重要な基地を破壊する狙いで攻撃したことになります。ドローン攻撃は軍事的な破壊力は小さいんですが、ロシアの防空網をかいくぐって約200キロのところまで攻撃できるということが証明されたわけです。 これまでロシア本土は安全で戦場はウクライナ領土内だったのが戦闘が長期化してエスカレートするとロシア本土がこうして戦場になるわけですねまさかロシアが戦場になるなんてロシア国民も考えてはいなかったでしょう実はこうしてロシアの領土内しかも結構奥の空軍基地が攻撃されたのは初めてなんですね それだけに、まず、ロシアにとって攻撃されたことが大失態なんです。しかも、ロシアの国民にとっても大きなインパクトがあったのは間違いありません。ただ、ロシア領内への攻撃ですが、アメリカはウクライナにロシアを攻撃するよう指示はしていないと言っているんですね。アメリカのブリンケン国務長官は、ロシア領内への攻撃をウクライナに対して促してはいないと発表しています。 アメリカはこれ以上紛争が拡大して激しくなっていくのを望んでいないんです。一方、ウクライナ国営の兵器メーカーは地元メディアに対して1000キロも飛行することができる攻撃型無人機の開発が最終段階にあると明らかにしています。これについてアメリカのオースティン国務長官は 我々はウクライナが自国の戦闘能力を高めることを妨げることはしないと発言、まあ。ウクライナが射程の長い攻撃兵器を独自に保有することについては黙認する姿勢を示しました。で、ウクライナがロシアの飛行場の石油貯蔵施設をドローン攻撃した12月の6日ですが、ウクライナの軍の日なんですね。ウクライナのゼレンスキー大統領は どうやらウクライナ軍の部隊の士気を高めるためにも、あえてこの日を狙ってロシアを攻撃したようです。そしてウクライナの中央銀行は、外貨準備高が12月1日の時点で約280億ドル、日本円で約3兆8300億円になったと発表しています。これ実はロシアによるウクライナ侵攻が始まった 2月24日の時よりもウクライナの外貨準備高が増えているんですねえそれは欧米からウクライナへの支援が拡大しているためなんですえ戦争がまだまだ長引く可能性があることを想定してウクライナは物資を確保する必要があるんですがまあそのためのお金でもあるんですえウクライナはどうやらえクラスター爆弾を供給してくれるよう今アメリカに要請していると言います ただこのクラスター爆弾は100カ国以上が禁止している爆弾なんですね。でもロシアはウクライナ国内でこのクラスター爆弾を使い続けています。ちなみにウクライナもクラスター爆弾を使ってはいますが、ロシアほどではありません。人権団体の調査によるとロシアはクラスター爆弾を使用している頻度が高くて、 公園や診療所、文化センターを含む民間施設を攻撃していると言います。バイデン政権の当局者は、ウクライナからアメリカに対して、何ヶ月も前からクラスター爆弾を供給してくれと要求されていると明かした上で、この要求を完全に拒否はしていないと発表しています。で、このクラスター爆弾は、なぜ多くの国々で使用が禁止されているのかというと、 設計上正確にピンポイントに標的を狙わず、広範囲にもっと細かい爆弾がいくつも飛び散って被害を撒き散らすからなんですね。しかもこのクラスター爆弾が撒き散らした小さな爆弾は、仮に着弾して爆発しなかったりすれば、これは地雷と同じで、その後それに接触した人が被害に遭ってしまうわけです。 戦争が終わっても被害が出続けるので危険なんですねただ欧米だって無限にウクライナに武器や弾を供給できるわけではありませんアメリカは在庫不足が危険な水準に差し掛かった場合ウクライナに最後の手段としてクラスター爆弾を供給する可能性もあるとしているんですただアメリカも基本的にはクラスター爆弾の使用にはある程度制限をかけているので こうした話し合いはオーピラにできないんですね。ちなみにアメリカもウクライナもクラスター爆弾禁止条約には署名していません。まあ一応ウクライナはクラスター爆弾を使うにしてもロシアのクラスター爆弾に対する反撃にしか使わないと主張しているんですね。ただアメリカが心配しているのは巻き添え被害なんです。さっきも言ったようにウクライナ国内で ロシア軍を攻撃するために、まあ、ウクライナがクラスター爆弾を使ったとしても、爆発しなかった細かい弾が後々ウクライナの人々に対して被害を与えてしまうこともあるわけですね。まあ、こうしてお話ししてきたように、ウクライナでの戦闘はロシアへの反撃という次のフェーズに入りました。 ただこれはプーチン大統領の核兵器使用の可能性を高めてしまう非常に危険な段階に来ているということです。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。